それでは今回の動画では、対話型サービスダイアログの検出というエラーが頻繁に出るときのですね、対処方法をやってみたいというふうに思います。で、このエラーなんですけども、一回このエラーが出だすとですね、そのエラーの画面を閉じてもですね、また数分後にそのエラーがまた出て、で閉じてもまた出るということが頻繁に起こりますんで、一見ですね、ちょっとウイルスっぽいなという感じもするんですけど、実はこのエラーは特にウイルスというわけでもなく、あとこのパソコンになんか致命的なエラーが起こっているというわけではありませんので、このエラーがどうしても頻発してしまうという場合は、そもそもこのエラーをもう出さない設定にするという対応方法が一番無難ですので、今回の動画ではその設定の方法ですねをやってみたいというふうに思います。じゃあそれではまずですねコントロールパネルを開きますので、左下のスタートボタンのところですね、ここでマウスを右にクリックします。でこのコントロールパネルというところをクリックします。はい、でそうするとこのコントロールパネルのねウィンドウが開くと思いますので、このシステムとセキュリティというところですね、こちらをクリックします。はい、でさらにこの画面の下の方にね管理ツールというところがありますので、こちらをクリックですね。はい、で、管理ツールの画面が開きますので、この中からサービスというところがあると思いますので、ここはダブルクリックですかね。はい、そしてこのサービスのウィンドウが開きますので、さらにですね、この中から、こちらですね、このインタラクティブサービスディテクションですかね、こちらをダブルクリックでまた開きます。はい、そうするとですね、このプロパティというのが開きまして、この上側のところが全般タブですね、こちらが選ばれているのを確認した状態で、この中にスタートアップの種類というところがあると思いますので、これがですね、多分標準だと手動になっているかなというふうに思うんですけども、なんでこれをクリックをして、これを無効を選びます。これで OK ですね。はい、であとはこの開いているウィンドウを全部閉じていけば OK です。これでですね、この対話型サービスダイアログの検出というエラーが頻発するという状態が解消されると思いますんでね、このエラーがどうしても頻発に出て困っていると、言った場合は、この動画でね、ちょっと手順を見ていただいて、このエラーが出るのを無効にするということをやってもらえればいいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。